資生堂オーブンロゴは和文ロゴに続いて1928年昭和3年に確立しました。漢字の社名だけでは日本の代表的なショーウィンドウである銀座にはふさわしくない、また欧風デザインの化粧品ラベルには馴染まないといった実際的な理由からオーブンを取り入れました。しかしそれにとどまらず、アールヌーボーの手法によるオーブンロゴの流麗な線と形は企業の顔と性格を決める原点となりました。また後に資生堂が海外へ進出していく上でオーブンロゴが果たした役割の大きさも計り知れません。オーブンロゴの作成にあたってアールヌーボーに範を取ったことには大きな意味があります。フランスに生まれたこの表現様式は福原新造の唱えるリッチな精神の具現化にぴったりであったばかりではなく、その後の資生堂のデザインポリシーを決める一番大きな要素となりました。パッケージデザインや宣伝表現がアートの面からも評価されてきたのは、まさにアールヌーボーを選択した先人たちの感受性と先見性の賜物であると言えます。その後時代ごとに改良が加えられ、2015年、資生堂グループのアイデンティティとしてその流麗な線と形を受け継ぎながら前向きさ、力強さ、若々しさのあるロゴへと進化しました。